さあ、一番乗客が多い駅と少ない駅のあるものないもの調査、久しぶりの公開となりますが、今回は全国ツアーの企画としてやっていきます。今回もよろしくお願いします。今回は篠井駅と軽井沢駅を結ぶ信濃鉄道線でやっていきます。第三セクター、いわゆるローカル線での調査となりますが、今回はどんな感じとなるのでしょうか。信濃鉄道線で一番乗客が多い駅は上田駅、長野駅は北信濃線に入りますから、今回は覗いております。そして一番乗客が少ない駅は平原駅、今回はこの2駅であるものないもの調査をやっていきます。前置きはこの辺にして、早速駅の概要を見ていきましょう。まずは平原駅。平原駅は長野県小諸市に位置する駅、位置的には小諸駅の隣の駅となっています。1日の乗降客数は135人、ギリギリ3桁台をキープしております。有人駅や業務委託駅が多い信濃鉄道線ですが、この駅は完全な無人駅となっております。ただ信濃鉄道線では都市型ワンマン運転を行っているため、乗車証明書を受け取って降りる駅で精算する形となっております。そして駅舎はこんな感じの貨車を活用したもの、北海道ではよく見られますが、本州では珍しい例となっています。この貨車は待合室となっていますが、冷暖房はもちろんなく、冬はただ寒いだけとなっていました。そして上田駅。上田駅は長野県上田市に位置する駅、信濃鉄道だけでなく北陸新幹線と上田電鉄も乗り入れております。1日の乗降客数は1840人、なんとまさかの1万人超えとなっています。ちなみに新幹線は3000人弱となっていますから、新幹線効果ではなく信濃鉄道単独で利用者がいる模様です。駅はもちろん有人駅、立派な駅舎もあり、温かい待合室も用意されていました。今回はこの2駅のあるものないもの調査をやっていきます。最初の項目はこちら、バリアフリー設備。この企画恒例の項目となっていますが、今回はちょっと変わった展開となっております。注目です。まずは平原駅、こちらはあり。平原駅、なんとバリアフリー設備がありました。平原駅は2面2線の構造、エレベーターはないのですが、駅の入り口はこんな感じで坂となっており、その先にある構内踏切へもちゃんとノンステップ、そして構内踏切を渡った後もちゃんとスロープが設置されており、段差ゼロで道がつながっています。最終的には反対側のホームまでノンステップで行けるようになっていました。これはなかなかすごいことです。今までこういう感じの駅はだいたいバリアフリー設備はなかったですが、信濃鉄道はしっかりついており、誰でも使いやすい駅となっていました。そして上田駅、こちらはあり。上田駅はちゃんとバリアフリー設備がついております。こちらが上田駅のエレベーター。上田駅は2面3線の構造で、改札は橋の上の2階に設置されています。そこまで向かうのがこちらのエレベーター、2008年に設置されたそうです。階段とは少し離れた場所に位置しており、後付け感は確かにありました。ちゃんと反対側のホームにも設置されており安心です。実際に乗ってみましたが、東芝製となっていました。売却の話も出ていますが、今後はどうなっていくのでしょうか。ということで、バリアフリー設備は平原駅、上田駅、どちらもありでした。信濃鉄道は誰でも乗りやすい路線となっています。さあ、今回駅の中の項目は以上、この先は外の項目を見ていきましょう。続いての項目はバス路線。今回はどんな感じとなるのでしょうか。まずは平原駅、こちらはなし。平原駅にはバスが通っていません。平原駅に一番近いバス停はこちらの和田森前、だいぶ駅から離れていますから最寄りのバス停とは言えないでしょう。ちなみに平原駅は小海線の三岡駅から
徒歩15分くらいのところに位置しており、信濃鉄道と小海線をダブルで乗ることもできるようになっています。そして上田駅、こちらはあり、上田駅はターミナル駅、ちゃんとバスも通っています。こちらが上田駅のバスターミナル、ちょうどバスが出ていきました。また多くのバスが駅前で待機しております。こちらは上田駅のお城口となっており、観光の玄関口となっています。バスの行き先は市内を循環するものから山の方まで向かう路線などいろいろと設定されていました。有名な場所で言えば菅平高原行きもここから出ております。それから高速バスも何路線か通っており、新宿、池袋、立川、京都、大阪まで運転されています。ということでバス路線は平原駅がなし、上田駅がありでした。ちなみに上田駅は定期観光バスも運転されているようです。さあどんどん行きましょう。続いての項目はこちら、車両基地です。こちらはどうなのでしょうか。まずは平原駅、こちらはなし。ただ車両基地の代わりにとあるものがあります。ということでこちらは平原駅の保守用の連絡線、平原駅には営業用に使われるのは2面2線となっていますが、上り線と下り線の間にはこんな感じで保守用の連絡線が設置されています。こちらはおそらくは昔は待避線として使われており、貨物列車が旅客列車を待避したり、普通電車が特急電車の通過待ちを行ったりしていたのでしょう。現在は快速電車が1日何本か運転されていますが、平原で通過待ちを行うことはなく、こちらの中線は保守用の列車が通るのみとなっています。そして上田駅、こちらはあり。上田駅には車両基地があります。さあ奥の方に見えるのが信濃鉄道や新幹線の上田駅、そこから軽井沢方面へ少し歩いたところにあるのがこちらの車両基地。踏切の目の前にこんな感じで2編線の車両が留置されています。結構いい感じに止まっていますから、じっくり写真を撮ることもできるでしょう。でなぜここに車庫があるのかですが、一つは需要の大きい長野から上田を走る電車を止めておくため、もう一つは上田に信濃鉄道の本社があるためだと思います。ローカル線の本社の近くに車庫が置いてあるのはあるあるとなっており、この信濃鉄道もまさにその例となっていました。ということで車両基地は平原駅がなし、上田駅がありでした。ちなみに信濃鉄道には戸倉と八代にも車両基地があります。では最後の項目いきましょう。最後はこちら、自然です。気になるこの項目、果たしてどうなのでしょうか。まずは平原駅、こちらはあり。平原駅何もありません。こちらは冒頭に紹介した駅舎とは逆側の映像、こんな感じで本当に建物はありませんでした。そして季節が冬ですから、緑という緑もなく殺風景となっていました。この辺りでは夏には高原野菜が作られているようで、農業用の用水路も見られます。またその奥には国道141号線が通っていました。平原駅は何もないから乗降客数も少ないのでしょう。人家は駅の南北側に、線路とはだいぶ離れたところにあります。そして上田駅、こちらはなし。上田駅前はターミナルですから建物だらけです。こちらが上田駅前の様子、町の中心部となっており、お店がたくさんあります。ホテルやコンビニなどはもちろんですが、こんな感じでまさかのビルもありました。都市圏でいうビルよりかは小規模となっていますが、駅をぐるっと一周してみても基本的には建物しかありません。上田にお住まいの方も駅に来れば何でもあるという感覚なのでしょう。ちなみにこちらはお城口の映像となっていますが、反対の温泉口はそんなに栄えてはいません。ホテルが何軒かあるくらいとなっております。ということで自然は
平原駅がなし、上田駅がありでした。地方だからといって舐めてはいけません。しなの鉄道のあるものないもの調査は以上となります。全国ツアーの企画、次回は今夜しなの鉄道と JR 線の最短電車に乗車していきます。長野の動画は次が最後です。気になる方はぜひチャンネル登録をして公開をお待ちください。ということで、最後までのご視聴ありがとうございました。